海上自衛隊護衛艦の2番艦、加賀、が改修工事に入っており、戦闘機 F-35B を艦載するための甲板や格納庫の改修が進んでいる。今回は、護衛艦、加賀、や、出雲、での F-35B 戦闘機運用に、スポットを当てることにした。現在の海上自衛隊で就役している艦艇中で、最大の規模を誇るのが、複数のヘリコプターを搭載できる護衛艦、出雲、型の1番艦、出雲、と、2番艦、加賀、である。こいつらは、敵の潜水艦、水上艦艇、航空機による脅威に対処する能力を備えており、日本の防衛に、重要な役割を担っており、海外メディアでは、艦首をヘリ空母として区分されている。世界の海軍で、小規模の軍艦、通称、コルベットと呼ばれるような大きさの艦艇から、出雲、型のような艦艇までを総括して、海上自衛隊では、護衛艦と呼ばれていて、出雲、型には、DDH という艦首記号がついているのだ。DDH というのは、ヘリコプター搭載型の護衛艦を示す艦首記号で、イージス護衛艦は DDG、汎用護衛艦は DD、最新鋭の、も、神型は FFM など、その艦艇の用途と性格を表す英語表記に準じて付けられている。太平洋戦争が終わって、日本の自衛隊は GHQ によって、軍隊ではなく、自衛のための最低限の実力を備えた組織として存在することになり、攻撃的な兵器、兵装を自衛隊が保有することは、政治的にも許されなかった経緯がある。憲法第9条の解釈から、攻撃的な兵器とは、大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、そして攻撃的な航空母艦が、その代表例とされてきたため、海上自衛隊は、総隊以来、航空母艦を保有することを検討してきたが、常に、政治的な反対があり、世論の反発を考慮して、大型空母の保有を阻まれていた。この令和の時代に入っても、攻撃的な航空母艦の保有は、禁じられているが、防衛に用いる航空母艦であれば、憲法や自衛隊の理念には反さないという日本政府の見解が出された。しかし、出雲、型護衛艦2隻を、おおむね、原型のまま活用し、垂直離着陸できる F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする改修を施すことは、海上自衛隊の航空母艦化をついに実現したといえ、ここまで踏み込むことができたことは、時代の変遷と言えるでしょう。出雲、型護衛艦の登場が、昭和の時代であれば、航空母艦化を問題視する風潮は、今よりはるかに大きく、マスメディアや野党から、大きな議論を呼んだに違いない。今回、出雲、型護衛艦の航空母艦化が妨げられなかった理由として、近年の日本の置かれた安全保障環境が、尖閣諸島をはじめとする、南西諸島への中国の進出に対し、多くの国民が、危機意識を抱いているからでしょうね。1991年まで、旧ソビエト連邦は、日本の最大の仮想敵国であり続けていたが、崩壊してから、長年続いた冷戦構造に、終わりが訪れたかと思いきや、近年、中国の軍事力強化により、海洋進出が著しくなり、日本の新たな脅威となった。中国海軍は、黄海、東シナ海、南シナ海、日本海と活動範囲を広げており、中国海軍初の航空母艦、遼寧を2012年に就役させたことを皮切りに、中国初の国産航空母艦を、山東を、2019年に2隻目として就役させた。これに加えて、初のカタパルト搭載の航空母艦、福建を2022年に3隻目として進水させている。実戦配備された正規の航空母艦は、山東、
一隻のみだが、すでに練習用の航空母艦として運用されている遼寧も、昨年8月にアメリカのナンシー・ペロシ元下院議員議長が台湾訪問した際の西太平洋軍事演習に参加している。中国海軍による海洋進出によって台湾有事や南西諸島有事が起きた場合、沖縄の那覇にしか使用可能な滑走路を確保できていない自衛隊としては、垂直離着陸可能な F-35B を搭載した空母を配備すれば即応性も上がり、抑止力の強化になるでしょう。日本では中国軍の脅威に対して陸上自衛隊の地対艦地対空ミサイル部隊を石垣島や宮古島へと配備を進めたり、有事に対応する水陸機動団を新編したりして防衛力を強化させたほか、南西諸島防衛を担当する第15旅団を師団に準ずる南西防衛集団に格上げすることが昨年末に決定した。先に横須賀基地第1護衛隊所属の1番艦出雲から航空母艦化の改修工事が始まっており、2020年3月から2021年6月までに第一次改修を終え、同年10月5日には米海兵隊の F-35B を発着艦させる検証を終えている。出雲の第一次改修工事は艦隊の形を変えるものではなく、これまで回転翼機のみを運用する仕様となっていた本艦を艦載機となる垂直着陸可能な F-35 ライトニング 2B 型が着艦するときに、下方へ噴出する千数百度にもなるエンジン排気熱から飛行甲板を保護するための耐熱強化を中心とした改修工事のほか、電源設備の設置などのインフラ整備を整えた工事が行われ、甲板にはアメリカ海軍の規定に準拠した F-35B 離着陸用の黄色のセンターラインが引かれるなどが施された。これらに加えて、F-35 ライトニング 2B 型を全天候の環境下でも安全に着艦させるための誘導装置の搭載も行われており、様々な改修工事を終えた出雲は、現在、通常の海上防衛任務を遂行している。出雲の第二次改修工事は2024年度末から予定されており、そこで艦を上空から見ると、台形状の飛行甲板を四角形状へと拡幅される艦首形状の変更工事が決まっている。これは基本的に垂直離陸と着陸のみを行う回転翼機では、不要であった滑走スペースを短距離離陸が必要となる F-35 ライトニング 2B 用に確保するために、この飛行甲板の拡幅工事を行う必要があり、その運用効率の向上をさせることが目的であり、2回目は2026年度中に終了すると見込まれている。もともと、出雲型は設計段階から将来の F-35B の搭載の可能性が考えられていたのか、当初からエレベーターのサイズなどが決まっており、そのためエレベーターの改修のような大工事をする必要はない。一方で、5基地第4護衛隊所属の2番艦、加賀は、2022年3月より軽空母化に向けての第一次改修工事に入っており、出雲の1回目と同様の短距離離陸と垂直着陸が可能なステルス戦闘機、F-35B を搭載するための改修工事に加えて、出雲に先駆けて艦首形状を四角形に変更する先端の拡幅工事は同年12月に概ね終了している。加賀の2回目の改修工事は2026年度2027年度に行われる予定で、防衛省は2023年度に着艦誘導装置を取得し、飛行甲板にある標識灯火灯を改造するほか、温度計測装置の工事を実施し、衛星通信装置も改造する運びとなっている。
出雲が先に第二次改修工事を終了するが、管内部の格納庫等の区画の割り当てに関しては並行して検討を行うこととなる。なお、防衛省によると出雲型軽空母改修費全体の52億円の中にはアメリカ軍からの技術支援経費も含まれている。すでに F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用しているアメリカ海軍の強襲揚陸艦等の実績をもとに、少しでも運用効率の向上を図る区画にする目的があり、戦後初の固定翼機 F-35B の運用に最新の注意を払っていると思われる。出雲型護衛艦が中国海軍の潜水艦の粗悪な活動を食い止めるために、現在の海上自衛隊艦艇の中で最も多く対潜哨戒能力としての回転翼機を一度に運用可能な艦艇であることから、この航空母艦化を手放しでは喜べない反面、周囲を海に囲まれてロシアや中国から脅かされる日本としては、一隻で空母と対潜水艦船が主の護衛艦という二つの機能を併せ持ち、洋上に F-35B やオスプレイ、哨戒ヘリコプターなどを運用できる航空母艦化した護衛艦を保有することは大きなメリットとなるだろう。